高専に受かりたい、高専受験特化、紙授業を格安で、オンライン夏期講習2021、こちら受付中でございます。この講座の特徴を見ていきましょう。大きく分けて3つあります。1つ目は支払いお手続きが楽々、銀行振込即日で高専受験対策、専門対策スタートしていきましょう。2つ目、いつでも受講。このご時世だからこそオンライン教材でいつでも受講、掛け持ち OK、 24時間いつでも協力サポートいたします。3つ目、高専入試特化。高専入試日程に完全対応したカリキュラムでございます。概要欄コメントに本講座のご案内リンクがございますので、そちらをご参照ください。受講にあたって心配懸念点はございませんか？家計に負担になるのは困るから受講費は高すぎない方がいい。もう他に通熟しているから安くて高品質な教材がいい。一人で進めるのは挫折しそう。質問対応、手厚いサポート対応してほしいです。学力に自信がないけどついていけるかなと不安です。そんなあなた、私でも大丈夫です。高専プロモーションチャンネルが選ばれる3つの理由。1つ目は質問し放題、 LINE やメールなどで理解するまで何度でも質問可能です。2つ目、超お得商品、1時間300円未満の費用です。3つ目、結果重視。昨年度本講座夏期講習受講者、高専第一志望合格率 87% 叩き出しております。ダメ押しでもう2つ。4つ目、演習問題、高専入試に直結する形式チョイスにこだわっております。5つ目、入試までご利用可能です。ゆっくり進めるのもよし、復習にも使ってもよし、入試までご利用可能でございます。高専入試特化夏期講習オンライン2021って、こちらコンセプトとしては完全買い切り型コンテンツ、しっかり成績アップしてかつ安い70時間高専入試特化、こちらの教材でございます。2万円税込みでのオファーでございます。他サービスと併用しやすいリーズナブルな価格なんですね。攻めると守る2つの講座をご用意しております。新学習指導要領、今回学習指導要領改定により高校から中学に単元がいくつか降りてきております。新学習指導要領完全対応、そして実践形式での演習、去年質問が多かった内容、こちらを多く含んでおります。そして2つ目の守る、高専入試品質単元総復習、苦しい暗記が楽に、勉強法マインドもたくさん入っております。詳しくは高専入試合格テキスト版書用のとをご覧ください。こちらコメント概要欄のリンクから参照可能でございます。全部で400ページ以上、ボリューミーな内容です。もちろん演習問題も全テーマお付けしております。概要欄コメントにご案内リンクがございます。実際に本コンテンツの内容を見ていきましょう。1つ目は超成績アップ、高専入試特化夏季特訓講習、みんなに伝えたいコツ、裏技、思い、全テーマ300テーマ以上、そして70時間を超えるボリューミーで手厚いサポートの教材になっております。そしてそれぞれテーマごとにそのタイミングタイミングでジャンプできるリンク付き、こちらかなり便利に使えると思います。そして2つ目、高専受験特化プロ講師谷にいつでも LINE、 勉強の相談、もしくは受付サポート券、お一人お一人の保護者様、お子様の悩みやご質問を1対1で綿密にサポートすることができます。3つ目、高専入試と同じ形式、もしくは品質項目の演習問題、ほぼ全項目に演習問題付きでかなりパワーアップできると思います。そして4つ目、高専特化の夏期講習ですが、高専対策だけでなく2学期の中間試験、そう推薦入試だったり、もしくは学力試験で内申点がよく聞かれる、そんな高専に志望している皆さん、内申点爆上げ計画、全国の公立中学中32学期の中間範囲、過去問約30回分、国語を除いた数学理科社会英語過去問外周、こちら実際の試験、こちらで対策することで、そう最後のリハーサルとしてご活用いただくとかなり点数アップ期待できます。こちらを使って90点台90後半、もしくは現時点の点数から20点15点アップを目指してこちら活用していただきたいです。これまで発信した情報を踏まえての構成となっております。このチャンネルに対してたくさんの時間エネルギーを費やしてくださった皆さんにとってとても適切な教材となっております。高専入試の過去問出題傾向にのっとった内容です。さらに今なら特典付きです。1つ目、コミュニティ招待、高専に関して情報交換交流しましょう。2つ目、高専入試の英語デルジュン英単語クイズ帳、これは過去12年間の英語の過去問にのっとって単語をすべてカウントして出ている回数をカウントした上で開発した教材です。そしてさらに追加特典、1つ目、第 0.5 回高専模試5教科無料受験、すでに購入された方は自動エントリーしております。こちら5教科無料で受験することができます。2つ目、8月15日予定しております5教科それぞれ1時間ずつ、怒涛の高専入試とか長時間演習授業、こちらも追加でお付けします。高専受験特化オンライン夏期講習2021のご案内でした。8月末までのご案内でございます。お見逃しなく。よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネル谷にでございます。今回は高専生の就活推薦応募と自由応募ということで、簡単に初心者向けに、ざっと解説してまいりたいと思います。この動画は高専高専受験のための学習塾 PDCA スクールと高専高専受験のための YouTube チャンネル高専プロモーションチャンネルの提供でお送りいたします。それでは早速ね、本題に入っていきたいと思うんですけど、高専卒の就職活動ということで、まああまり知らない人、これからね高専入りたいなって思われてる人、1から3年生の学生さんたちに、対象に、まあ目標にちょっとね、お話ししていきたいと思うんですけど、ざっ
っとですね、まあ、概要を話していきたいと思います。今回お話ししたいのはですね、まあ、高専本科5年間通った後に、高専5年生、こちらをですね、前提として、そこから社会人になろうという、その時の就職活動についてお話ししたいと思います。大きく分けて、推薦応募と自由応募というふうに、2つに分けることができます。それぞれ特徴があるんですけど、ちょっと見ていきましょう。推薦応募はこんな特徴があります。大半の学生が、ゲット、内定ですね。あ、合格、うちの会社来てくださいっていうふうに内定を取るのが推薦応募なんですよね。どういうことかっていうと、会社っていうのは採用枠の一部をですね、もうこの枠は全体のこの枠っていうのは何パーセントの枠っていうのは、もううちは高専生取りますよっていうふうにあらかじめ決めてるって感じですね。で、ここの枠を高専生埋めたいので、もしね、おすすめできる学生さんいれば、ね、ここの枠で取りますので応募くださいっていうふうに、高専と企業が提携しているような状況ですね。要するに会社っていうのはですね、まあ、高専卒だと大卒より安い賃金で雇えますから、まあ、なるべくコストカットした形で高い若いのに、まあ、大卒と比べたらよく手が動くなということで、まあ、高専卒の、まあ、フレッシュマン、ね、新社会人が重宝されるということで、こういった枠が設けられているというふうに考えることができます。まあ、要するに、まあ、高専は企業に対して若くてでよく手が動いて即戦力になるような人材を供給するというふうな触れ込みで企業と提携しているというふうに見ることもできるんですね。でその企業はそうある程度ね、まあ、美味しいというか入りやすい条件の下で、その代わり、まあね、ある程度ねその人員確保しやすい状況を作るということで、高専と会社企業側でそれぞれがいいとこ、まあ、利害関係が一致している形で提携しているという形だから、大半の学生が内定を取りやすい。なんか例えば一発で決まっちゃったりするんですよね。うまくいけばね、よほどヘマをしない限り、よほど成績が悪くない限り、こちらで決まったりします。でこちら自由応募はですね、もう読んで名の通り自由なんですね。まあ、大学生と同じ感じです。推薦の応募の案件より、もしこちらのね自由応募、もっといいね高待遇の仕事がある、こっちの方が自分の肌に合ってそうだというふうに、まあ、推薦の応募の案件より美味しい仕事があると感じたら、まあ、例えば本当に熾烈な争いところで例を挙げると、クラス1位とか2位の人、成績でねペーパー試験で1位とか2位、もしくはもう実務経験、開発したことあります、もうシステム作るのも携わったことありますみたいな学生が、まあ、こちらで得をするようなイメージはありますね。もちろんそれに限らないんですけど、イメージとしてはそんな感じです。まあ、こっちの方がすんなり決まってね、早くというかね、内部もよく分かりやすいことが多いです。なんでかっていうと、そもそも提携してるわけなんで、パイプがあるわけなんで、まあ、OB とかが言ってたりするわけですよ。なので内部の状況がより知りやすいというか、情報が集まりやすいっていうのもこちら推薦応募の方の特徴でもあります。じゃあ実際にメリットとデメリットを見ていきたいと思います。それぞれね、1212というふうに見ていきたいんですけど、まず推薦応募のメリット1、まあ、一次試験とか二次試験がそもそもなかったりするんですね。自由応募で言うと1次2次ってあるんですけど、もう高専の推薦応募だったらいきなり最終面接の場合もあったりします。で自由応募のメリットその1がこちら、何社でもいくつでも受けていい、まあ、ここは強みですね。で推薦応募のメリットにはこちらです。受験費用ですね、まあ、実際に就活する費用が企業持ちなことがありますね。これ美味しいですよね、学生からしたら。交通費や宿泊費支給のところもあったりするんですね。まあ、こちら推薦応募の特徴の一つではないでしょうか。全てではないんですけどね、そういった企業が多いっていうのは事実です。で、自由応募のメリットその2、専門分野の会社以外でももちろん応募することが可能です。まあ、推薦応募、推薦ぐらいだからやっぱり自分の所属している、まあ、学科に関する企業にやっぱ絞られてきますね。なので自由応募のいいところは、自分の専門以外の興味のある会社でも受験することが可能、応募することが可能なんですよね。で推薦応募のデメリットその1、ここからは悪いところです。内定はやっぱり1社のみなんですね。入試と一緒で、推薦入試と一緒ですね。推薦で受けたところはやっぱりそこに、まあ、入るってことが、まあ、条件になるのですね。やっぱり他にあれもこれも受けることはできない。で出ちゃったんですけど、こちらね倍率が高い場合が多いっていうのが自由応募の悪いところ一つですね。まあ、やっぱり自由って書いてるぐらいなんで、他の学校、専門学校でも大学生でも高専生でも受けれるみたいな状況になってしまう。だから倍率が高い場合が少し多くなってしまう。で推薦応募のデメリットに、結果が出るまで次の受験ができないってところですね。例えば1社目推薦応募で1社目受けた場合、その結果が出る前に次の推薦応募だったり自由応募を受けてしまうと、そう推薦応募1社目もし受かってしまったら、そこに行かないといけないじゃないですか。なので結果が出るまで次の受験ができないってところはちょっとデメリットですね。まあ、自由応募は受けていいのかな、こっちは蹴れたりするので。推薦応募を受けてさらに推薦応募2社目を受けるのはちょっと難しいですよねってところです。じゃあ次です。最後ですね。自由応募のデメリット二つ目。こちらがこれですね。すべて自己責任ですよと。情報収集もなるべく、ね、高専に頼れないようになるんですよね。やっぱり。もし、OB がね、同じ企業で OB がその企業に行った先輩がね、そう、同じ高専にいれば、先生をね、ちょっと仲介して情報をもらうことはできるんですけど、基本的にね、そうじゃない限りは自分で情報収集。で、どうやって対策するか。ね、なるべく、自分でどんどんやっていかないといけないってところがデメリット二つ目かなと思います。まあ、こういったデメリット、メリットを加味しながら就活をしていくと。早い人はですね、もう、4年生の3月 ?4 年生の年度の3月にもう早々に決めちゃったりとか、遅い人は、なかなか決まらずに遅い人は、7月、8月、9月まで伸びちゃうっていうのもいましたね。はい。ということでですね、今回、あまり中身を知らないよって方向けに、2種類あるよってことで、それぞれのメリット、デメリット紹介させていただきました。どうだったでしょうか？大体の概要、伝わりましたかね？はい。ということで、今回の動画、この動画ね、終わりたいと思います。この動画は、高専受験のための学習塾、PDCA スクールと、高専受験のための YouTube チャンネル、高専プロモーションチャンネルの提供でお送りいたしました。いかがだったでしょうか？今回、高専生
ての就活ということでね、概要ということで、推薦応募、自由応募ということで、紹介させていただきました。実際に高専生として就活した人のね、インタビュー動画とか過去に撮ってますので、もし気になった方はですね、高専生就活インタビューとか調べてもらったり、概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひ、ご覧になってください。はい。ということで、今回は、まあ、大まかな内容ということで、まあ、深掘りした動画もね、これまでアップロードしてますので、まあ、今回この動画で概要をつかめた方は、まあ、インタビュー動画だったり、もうちょっと深く掘り下げた内容の動画を見ていただくと、より見聞を広げることができるのかなと感じました。まあ、それ、ユーザー様、リスナー様それぞれに合った状態で、ご利用なさると嬉しいですね。はい。ということで、また違う動画でお会いしましょう。あなたの選択肢に、高専を。よろしくお願いします。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.